あ、どうも皆さんこんにちは。この世界で唯一トイレに2年間行ってない男、前太郎です。で、今日はクイズ系のゲームがね、また新しく出たっていうわけで、こちらのクイズ、サバイバルバトルロイヤルクイズゲームっていう、なんか、もう正しいね、回答しないと、殺される可能性があるといったゲームを、やっていきたいと思います。このバトルロイヤルで芋に勝ってほしい人は、高評価とチャンネル登録をしてってね。じゃあもう早速やっていきますか、皆さん。多分こいつが俺で、昨日夜寝る前にね、洗濯物をして綺麗すぎる男というわけで、見てください、皆さん。数々の猛者。え、もう始まってんの？え？正しいロゴはどっち？俺右でしょ？おめで、めっちゃ間違えてんだけど。なんだこのピエロ。あ、やばいと。見ましたか、皆さん。ちょっと今のラウンド1がいきなり始まって、ちょっと激ムズ問題だったんだけど、そのまま間違えてしまうと、海に落とされて死ぬと。ほんまやばいと、皆さんね。今のマックだったね。で、俺みたいに毎日マック食べてなかったらワンチャン失敗してたと。おっとやばい、来たよ。なんというお菓子。明治ちょ、あ、これやばいと。これ結構間違えてしまう方多いんじゃないでしょうかと。え、誰も言ってないんだけど。俺一番乗り。これタケノコの里ですよ、皆さんね。リムル！リムル、お前スライム、皆さんやばいです。いや確かに、でも皆さん、タケノコの里かキノコの里と言ったら絶対にタケノコの里ですよね。オッケー、順調。もう3人しかいないんだけど。おーお前、皆さん究極の問題が来た。これ結構分かれるよ。これ激ムズ問題よ。これ見てください、この人の表情。なんで俺こんなところで顔使われてんだとね。安心してください、皆さん。これは何の写真のアップ？やばいな、これよーく見ないとダメなの。これどっちの可能性もあり得るからね。これは卵っぽいよ、確かに。でも皆さん、卵って思う人が9割だと思うんですけど、よーく見てください。この先端、先っぽが影を握ってくるんですよ。なんでかって見てください。ちょっとなんか粉吹いてるでしょ。ちょっとなんか変なあるじゃん、これ。こっちもよく見て、ほら、なんかあんの見える、うっすら。だからこれおそらく、こいつです。皆さん。この、なんで俺の写真こんなとこで使われてるんか男です、こりゃ。いくよ。これやっぱり言ったでしょ？ほら！皆さん見ましたか？優勝！え、優勝なのこれ。トーナメント？次に進出？おー、お前やっぱそうだ。そんな簡単には、生かしてくれないと。このデスゲームも。もしかしたら壁の中の巨人たちを蘇らせてしまうかもしれないと。それはしょうがない、でも。この世界は残酷だから。こんなとこで終わる男じゃないと。見てください、変なよくわかんない謎の生物のペットもゲットしたと。まあ、乗ってるんだけど。お、皆さん来ましたよ、第2回戦。ちょっとまあさっきも見たと思うんですけど、問題が鬼むずいんですよ。見てください、これアメリカの国旗はどっちだと。ですね、これはどう考えても右ですよね。引っ掛けの可能性もあるけど、これは右とかける。俺は OK です、オッケーです。皆さん危なかったね。これ何人もの人が命を落としてきたんですよ、この海で。死の海ですよ、これ。しかもなんか俺だけ動物に乗ってるっていうね。もうモサやん。何のキャラクター？じゃがりこポテ、うーわ、これ迷うね。これしっかりと毎日コンビニ行ってない人だったら迷うよ。何のキャラクター？これは皆さん、ポテチです。普通に。しかも俺じゃね？これ。今よく考えたけど、俺のライバルですよ。え、これポテチだよね？ちょっと待って。強化。強化やったね。強化やったね。まあ、強化は毎日コンビニ行ってなかったと。それがあだとなったね。おんま、やばいと、これ。これは何の写真のアップ？これちょっとあれだね。激ムズ問題だね。これ、象かタイヤ。あ、これ迷うね。これ迷うね。今まで人生で数々のものを見てきた俺にとってはでも簡単です、皆さん、これ。象です、これ。これ象の鼻です、鼻。見てください。やっぱ行くよね、タイヤ。まあ、初心者タイヤだと思うかもしれない。でもゾウなんですよ、皆さん。勝ち残ったと、私は。また、拍手で迎えてあげましょう。この、体が貫通してるコンビを。ちょっと順調すぎますよね。お、そしてボーナス来ました。これね、当てるとワンピースが手に入るっぽいです。ワンピース手に入りました。よし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 。ちょっと新しい動物欲しいね。お、皆さん、新しい動物、ゲットできます、多分。お前なんか首長いやつ来た。新しい服も欲しいと、皆さん。わかります。いらない。お前全然いいのこれ。なんか不審者、皆さん。完全にやばいやつとなったと。完全にやばいやつ。出動。忍者いる、皆さん。やっぱどのゲームにもいるな、忍者。先に満タンになるのはどっち？ A か B。え、これむずいよね。これむずいね。でも多分、ちょっと待って、むずくなってきた。これ多分 B だと思うのよ。多分 B。なんでかっていうと、ほら、穴が下にあるから A より。見ましたか、皆さん。うわ、むずくなってきた、これだいぶ。やっぱ相当ね、難易度上がってきてるね。何に使うもの？あ、これ知ってる、皆さん。肌のむくみを取るか、野菜を細かく切るか。あー、なるほどね。
まあ、一見多分分かんない方はこれあれだと思うんですよ。じゃがいもをねマッサージする違うんですよこれ。肌のむくみ人間の、あだから一緒か。俺じゃがいもだから俺をマッサージするために、ほらやばいめっちゃ減った。え 1v1 じゃんタッツーと。オーマイ、皆さんこういう問題ね。これなんだっけ、これなんていうやつだっけ。エッフェル塔だっけ、エッフェル塔じゃないっけこれ。まあなんかあれですよ、東京タワーとめっちゃ似てるやつ。確かにこの前俺も思ったんですよ、このフランスにあるやつさ東京タワーと似てねって思ったんですよ。で聞いたんですよ友達に、これって東京タワーじゃねって。ちょっと違うって言われました。というわけでこれフランスです皆さんね。言ったねタッツー、やっぱタッツーはね、タッツーももっと周りの人に聞くべきだった。これが東京タワーなのか、それが範囲だったね。というわけで皆さん、ついに来ました皆さん。オーマイ、なんかいらない、こいつはやばい、こいつはいらない。今思ったんだけど大体のペットなんか飛び跳ねてるんだけど。オッケーです皆さんね、多分このトーナメント4を勝ち抜けば新しい世界に行けると、転生スキルがもらえる。というわけでやっていきましょう皆さん。多分相当みんな強いよこれ。何のキャラクター、うむずくね。あ違うか、これは簡単だ。ガリガリ君ってあのごっつい人だよね。うまい棒です皆さん、これはほら、ほう、ちょっと危なかった、ちょっと危なかったけど、ちょっと確かに危なかった今の、今のは迷ったけど、ガリ、うーわ、これはもう皆さん間違えるわけがないとね。こんな問題間違えるわけないんですよ私が。なぜかと言ったら私はツイッターのプロだから。私のツイッターフォローしてください、犬にも猫にも。全然使ってないけど。というわけで皆さん、Facebook か Twitter、 これはもう Twitter ですよ。このくちばしがもう特徴的だからね、やっぱり。ユーマ、ユーマお前、ユーマそれ間違えちゃダメだと。よしよしよし、そして来たるはむずくね。ラウンド3、どこのお土産。え、でも白い恋人って書いてあるから、白と言ったらやっぱ北海道じゃん。というわけで北海道なのかこれは。長崎と言ったらやっぱりちゃんぽんじゃん。北海道って皆さん、いや、そう、だいたいそう、だいたいそう、あ、もう皆さんよ。あ、もうちょっとね、苦しくなってきた。ここまで数々の友達、仲間を失ってきたと。悲しいんですよ、皆さん、やっぱり。外見、表面上ではこれ楽しそうに見えてるでしょ？心の中は苦しんでる。共に戦ってきた仲間を失うこの辛さ、皆さんこれ続けられるかわかんない。このクイズサバイバルやっていけるかわかんない。3分間しか出会ってなかったとしても、その3分間はかけがえのない時間だったんですよ。俺の、ハートのガラスの心はこんなゲームに耐えられないと。というわけで皆さん、やっていきましょうトーナメント後。ちょっとキャラ、お前やばい、ちょっとなんか押されたやつ来た。ちょっともうゴエモンいるから、ゴエモンだけ倒したいね皆さん。うーわ、もう俺用のこれ質問じゃん。え待って、これどっちだ。え多分右だよね。えなんか変じゃない左、右だと思う俺は。頼む。おう、まあまあ当たり前ですよね皆さんね。こんなとこで間違えていけないと。こんなんで間違えたら YouTube にやられちまうと。何のキャラクター、あーこれ皆さん、うわめんめん、ちょっと待って、あーこれ簡単です皆さん。なぜなら私はなっちゃん毎日飲んでます。嘘です、なっちゃん毎日飲んでないけど結構飲みます。これクーです。はい、とこの私ジャガイモ男の快進撃を止められる男、これ出てくるのかと。おっと、これはむずいぞ。え、ちょっと待って、俺セブン結構行くよ。これ失敗したらね、セブンの社長家に来るね。お前出てこいと。もうお前一生セブンに来んだと言われますと。そんなことは許せないと。というわけで、正直これ皆さん 50% だと思うんですよね、私。正しいロゴはどっち？セブンイレブンかセブンイレブンっていうね、皆さん究極の選択です、これ。これを間違えてしまったらもう一生セブンイレブンに行けない。なんか右っぽいんだよね。オーマイ。皆さん！これは何の写真のアップ？ハリネズミ、タヌキ、ハリネズミ。ノー！